長井あやめ公園は山形県長井市にある都市公園。日本有数のあやめ園である。なお、本校では同公園で発見された品種である長井古種についても説明する。全国的にも貴重な品種長井古種や長井系をはじめ500種100万本もの花あやめが植栽されている。見頃は毎年6月中旬から7月上旬。 名前こそ、あやめ公園だが、園内に咲くあやめは、厳密には花あやめである。長いあやめ公園で発見された品種である。江戸系の古花よりも、さらに原種に近く、花の形は、野花勝負に、極めて近い三枚の清楚で小ぶりな花びらからなる、ものが大半を占める。褐色は、紫と白がある字になり、家系、草丈は共に長く、葉は、健常で、 緑の濃い草性を持ち、いずれも雨風に強く、路地上に適している。長い古種として登録されているものは、現在34種となっている。また、以下に挙げる13品種は、長い指定の天然記念物に指定されている。長い古種、一覧長い系と呼ばれる花あやめは、片親に長い古種を持ち、古種、江戸系、伊勢系、日ご系との交配で誕生したもの。 長い古種に似て、少林で繁殖力も強いので、育てやすい品種。現在24種類が登録されており、それぞれについた名前は、公募により決まったものである。長い k 一覧、長いし都市公園条例、あやめ公園、長い古種 PR に、力長いし、再整備基本構想、山形新聞、 https://www.yamagata-np.jp:/news:/202105/03/kj2 兆2110億5030万 66php2021 年5月6日閲覧 https://www.kosho.orldotjp:/products/detail.php:product.id="60921095". 現代、花あやめずか,かピアニッシも271から272単行者が2021年 ISBN978 から4から473044020。<ん> ありがとうございます。